低気圧だった低気圧だったよごめんねでも家帰ってきてお薬飲んでっていう感じなんかね私ねあの10代の時全然こんな こんな気圧なんんて無関係だったんですよというか気圧を意識したことがなかったんですでもあの本当にここ1年半年ぐらいかなもう気圧にすごい変動されてでなんか一回もう気圧に変動されちゃうともうさしかももう当たるんですよね天気予報とか見てないのにうわ今日絶対気圧低いじゃんとか思ってで調べたら今日 爆弾低気圧の日らしくてまさかの当たっちゃった、うん、今日は爆弾低気圧らしい<う>、うん、気圧のね工程がね分かるようになっちゃったヘクトパスカル分かりましたよだって私調べてるもん <laughs> 気圧調べてるからあのヘクトパスタルパーパスカル分かったなんか今日のねあのニコ生さんのね配信でね最初はねクイズがあってクイズはね私なんて答えたっけなあのあそう「三角形の内角の和は」みたいな答えで。 これは百八十度だと思ってもすぐバーンって押した。でもね。掛け算七の七の段を言いなさいみたいなやつね。押し負けちゃった。七 <laughs> の段言いたかった。あと何分かったかな。あとね。うーん。 俺たちは <laughs> し負けない <laughs>。うーん、あとねー。なんなの段はいけそうだったよ、多分だけど。七九六十三、七八五十六、七七四十九、七七四十九、七六四十二、七五三十五、七四二十八、七三二十一、七二十四、七一五七。おぉ。な、ワン、ツー、スリー、ホーもわかりました。 あ,とありがとうあ。あとねあれ分かりましたよなんだっけキジ国家の鳥キジみたいななんか一万円札の裏キジっぽいからあり得るんじゃないかと思うキジって新潟はトキおしゃべり会追加してありがとうちょっとごめんなさい本当に頬税つきながらで申し訳ないんですけど これでね気圧に耐えてるのでもう本当に大変申し訳お詫び申し上げますごめんねちょっと今日はこの体勢からお送りいたしますあプレゼントボックスありがとうございますありがとういいよいいよってやさやさやさだあこれあれは生地じゃないのか私あれが生地だと思って生地 なんか言ってましたあー手袋ありがとう雪降ってるねありがとう <laughs> うんん?「事って読むのあれでもなんかお帰ったらさお父さんとお母さんと妹がケーキ食べないで待っててくれてさあーごめん と思ってありがとう最難関がえ私も引っかかるところだった東京なんですねいや日向さんすごいなやだにみんなやさおやさじょうやさ家族やささとううん 私、それで記事だと思っちゃったよえ全然違うのに答え合ってたの <laughs> あとねなんか結構さなんかファンの方新潟の問題とか出てましたよねえっ、ー、と「町はいくつあるか」とか えっと、新潟市内の区は何個かみたいな、やささと斬新。単新町は八つだったっけ。新潟の画数って、ねっ。あ、そう、お米が一位とか。あと。なんだっけ。あ、六つか。四つ、四つかと思ってた。 あーオジやのオジやのオジやのとか町あ町なんとか町だファンの方もそうやって問題をね作ってくださってありがとうお疲れお疲れありがとうハートありがとうございます8つの句全部言えるって言えそう東西南北でしょえー と、西関区江南区中央区秋葉区おお言えた言えました <laughs> まあ新潟県民なのでねこれは言えますと思う <laughs> うーん「駅城があるのは中央区ですね」 うん、新潟市民はねわかるよ多分なんか年賀状とか書いたりしてた時に覚えた「アーハットとバラありがとう」実家新潟市に吸収されたなんか合併しましたよね合併っていう言い方が合ってるのかわかんないけど。 私のねそうそうなんだよね私のね親戚かなもうね合併したところだハトあ,ありがとうございますはいしょうん なんかおすすめに YouTube 今 YouTube のおすすめに「ポンコツな君が好きだ」が出てきたそうそうそう西間区南区住んでた頃新潟市に区がなかったか <laughs> <laughs> 今低気圧と戦ってるクリスマスイブ低気圧イブ低気圧クリスマス ね、一緒俺もだって本当に一緒だうーんつながりちゃんがえっ私もね本当に学生の時気圧とか全然気にしなくてでなんかねクラスにねなんか気圧気にしてる男の子が確かいてなんでなんで気圧気にしてるんだろうってねちょっと。 思ってたんですけど、確かやっと分かった気圧は大事だったあたたたたたた気圧はもう大事じゃ気圧しかダメだ,めだもう天気よりも気圧なんかもう天気は別にいいんですよ私あんまり気にしないの気圧を気にしてればいいと思いますそう、大人この年になってから本当に ここから上肩首肩首頭ぐらいそう急に来る気圧しか気にしない <laughs> うんメリクリ明日はサンタさんの個性しながら配信しようと思います気圧に勝てたらああ春から曇りになった時の頭痛わかる天気変化する時って結構ねやばいよね で明日の練習もこの後しないといけないしね明日結構早いのでねちょっと待て、うん、やばいよー霊感みたい無理しないでね大丈夫えでもこれ風邪じゃないし病気でもないから全然全然だお大丈夫な方クリぼっちに頭抱える 私がいるだろう <laughs> 今日のさ萌えきゅんゼリフ本当にさなんかもうやばかった <laughs> ねあれね本当にもう仕組みとか何にもなしでなんかもうその場でシチュエーション言,言われるんですけどやどうしようってえっ1月23日みたいなどうしようどうしようと思って「明日は6時よ」 6時か6時半ぐらいだと思に、ね、本当に焦ったよ変化球、うん、もう私は萌えきゅんもう言いません私萌 <laughs> えきゅんは言いませんもうダメでしたダメダメ 3人って全員揃ったら4人ではななんやねん <laughs> えー、通常運転な気がしましたちゃうちゃうほんとに <laughs> でも明日のクリスマス公演ほんとにもうね楽しみだし何か <laughs> うん 見てほしいなクリスマスマ公園昇格からしかも一年記念日だし確かね一年記念日だからみんなに見てほしいですよろしくお願いします DMM 最前列お願いします り切りのクリスマスっていうかさなんか別にクリスマスはさもう何人で過ごしてもいいんじゃないかなと思っててもう一人でももちろん私だったらあんまり気にしなさそうだなという <laughs> 個人の感想なんですけど毎月来るまあただの25日なんじゃないかなって。 <laughs> しかもあね日本だしほやうんなんかまあただの25日うんで私メールに送ったんだけどすごいめちゃめちゃ珍しいケーキ別に全然気にしてないんだけど周りがそうなると確かになんか なんかさおや会にさお出かけとかしたらさクリスマスパリー・ビーボー軍団に相談クリスマス付近のパリー・ビーボー軍団に遭遇してさ「なんじゃ!」って思ったよね <laughs>。<laughs> んじゃああこうやって楽しんでるんだと。と思いました。 でもね、私は全然そのそれよってパーリーピーポーしなくてもメンバーもいるしこうやってファンのみんなもいるし全然楽しくできる方法自分それ以外にもあるなっていや別に全然パーリーピーポーしてる人をね悪いって言ってるわけじゃなくてそうやってクリスマスにパーリーピーポーする以外にも。 楽しいことは自分で見つけられるからそうやってなんか自分なりの幸せという形を見つければいいんじゃないかなってはい思います <laughs> うん悟りを開くうん なんか私、こう、こういうことに関してはめちゃめちゃね、気、気が強いんですよ。もう全然、落ち込まない。はいはい。全然、全然、全然って感じですね。はい。お手本にしてください。<laughs> 全然よっていう感じ。うーん、そう、人それぞれの幸せとか楽しみ方があるから。しかも、その日、 ただの25日楽しめなかったとか普通のお仕事で終わっちゃう日だとしても他の日に何か楽しいことがあればええー、ではないかっていうねああ手袋と千万リオハートありがとうございますありがとう待ってごめんねみんな私今低気圧と戦ってる低気圧と戦ってます 帰りの配信を見ることをなんかそれで私の配信を見,たり見てくださったりこう劇場に来てくださることが楽しみとかご褒美みたいな感じだったら私はもうそれでマイドルやっている意味あるんじゃないかなって思いますし自分もそれをとても楽しませていただいてるので <laughs> はい <laughs> 今低気圧にパンチしたよける 気圧に負けそうだ暑くなってきたうん、なんかでもしばらく結構気圧低めらしいけど今日が特に低めだったっぽいですうん <laughs> ナイスパッチ。 明日楽しみだに雪ありがとうお <laughs> こんばんはこんばんははとありがとう雪降ってるはあ 今日はあれもあったからねなんだっけカラオケカラオケなんだっけジャムジャム最高みたいなあれ初めて歌ったあれ流行ってるのかなあっべんジャムジャム最高踊ろうよ初めて歌ったあとなんだっけなあと何歌ったっけなあークラクラはあきりいてほしい ね、カラオケすごいあっという間だったな全部はもう3時間三時間ぐらい走ってたのかな全部でびっくり私のさファンの方がさは ななんだっけなんかドラゴンみたいなの投げてくださってたっぽいんですけれどちょうど私が名前呼べなかったり私がマイク持ってない時に名前呼ばれてて「イエーイ!」ってあんまりできなくて申し訳ないんですけど <laughs> 皆さんくれぐれも <laughs> ドラゴンはねあのー、超高級品なので、まあ、ご無理なさらずにでもありがとうございました。ええっっととなんかドラゴンを、えっと あドラゴンって召喚獣のことかな召喚獣を投げてくださった方に何か生写真みたいなのつくドラゴンじゃないケーキかの名前お呼びしたのってケーキかななんか何か、うん、あの写真をもうね提出しましたのであケーキごめんなさいうんケーキだ あそうなのドラゴンとケーキなんだそうなのね <laughs> ああそうか <laughs> こんばんはこんばんはねありがとうすいませんう <laughs> <お> <laughs> んあと楽屋でもすごいわちゃわちゃしている配信をお送りして。 もうね <laughs> 夕,夕方の配信さもう私がそこそこ喋らなくてもみんながこう楽しんでくれててね <laughs> よかった明日もあの、えー、と配信前配信前というか本番前に配信するのでもしよかったら見に来てください <laughs> うんうん あ,あお仕事虫でしたお仕事虫 <laughs> もぐもぐしてたふんふんふんふねえたるまありがとううんふんふん 27日はさあ卒業公演あるしでもねその卒業公演の振り入れも26日まであるからねちょっと心配なのいろいろ心配でもステージの上ではいい形になるように練習頑張ります 男女読み上げリレーなかったね確かに悩みとかさやとかもいたからなんか新鮮新鮮な人も新鮮な人というかまたああやって明日やって面白そうだよねうん帰りの家にサンタなんかねお父さんがクリスマスプレゼント買ってあげるって言ってくれましたでもなんかお父さんと私日にちが合わなくて まだ買ってもらえてないあでもお母さんがね今日朝プレゼントを渡してくれたお父さんと全然なんかなぜかスケジュールが合わないっていうお父さん結構一般普通のね普通の勤務時間というかなんだろうなあの基本平日休みで土日や平日休みじゃない <laughs> 基本平日出勤で まあ土日は基本お休みでなたまにお仕事あるみたいな感じで土日はね空いてるはずなんだけどなんか私が綺麗にそう土日空いてなかったりあとなんか寝ちゃってたりして <laughs> 何にもね会わなくてそうそうなんですよねあな皆虫ありがとうすれ違ってる めちゃんありがとううんそうなのっていうかさなんか今日のねその萌えきゼリフのやつタイトルがなんか私そのタイトル知らなくて普通に買っちゃったんですよね <laughs> 最後まで言えなかったけど私の私服ね 普通にこのために買ってきちゃってすごいタイトルに反することをしてしまって <laughs> 張り切って買っちゃっただからさなんか今日タイトル聞いてえって思ってえ買っちゃダメなって思って <laughs> 私何な,ならメールとかでさ買いましたーって買おうと思ってたからちょっと申し訳ないけど <laughs> すいませんでしたはいびっくりした もう来ちゃってますって。うん。<laughs> はいということで新しいです。今日初めて来ました。<laughs> パン。マジでもう一回聞きたいダメ。何が一番欲しいの？私ねなんかリハーサルで。 なんか私カツラが一番欲しいですって言ったらめっちゃなんかみんなに爆笑されてあこれ言ったら良くないのかなと思ってお洋服に行くことにしました団長読みますカツラ欲しいですって言っちゃっえーっとひろじんさんジェイスターさんラーマさんのぶーさんにしたむさんロヒんさんすぐさんはやぶささんデッキ調節中さん 安倍さん、真一さん、ぼんたかさん、そして、坂井秀一さんでーす。ありがとう。みんな、メリークリスマスイーブー。メリークリスマスイーブー。メリークリスマスイーブ,ーーススイーブー。というわけで。 でまあ本番は明日なのでねメリク,クリスマスは明日なのでね今日はイブということでいっぱい配信を見てくださってありがとうございましたえー、っとうーんシャッホーイブーそうイブー低気圧に私もね負けないようにもう明日こそ本当に負けないように頑張るので 皆さんもね、体調管理とかも大事に、えっと気圧管理も頑張ってください。おやすみ。バイバーイ。うん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 。<laughs> 大仏。 んまだまだあったわじゃあ「世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう」「いつか今日を思い出すわメリークリスマス and I love you」 メリークリスマス and I love you.